紙なしで、えっ、ー、と、三四郎です。で、一日目の結果は、えっ、ー、と、コンで、二日目の結果は、T シャツのまんまになってる。てごめん、今気づいた。<で> <laughs> えっと、c o c c o は、あの、出たい時に言ってください。出たいきに言ってください。あのーーのチャットで、なんか、考察とかそういう、なんだろう。 普通のなんか笑とか聞こえない程度は OK といたします。わらだけ、普通の笑うん、まあええか。ランシロベアチャット、COCC あり、雑談考察なし、まあそれでいこう。うん。把握っていうとこ。雑談はいいです。考察はダメです。え,ー、え雑談ありですか言うたり言うたり。雑談はいいです、うん、別に。7番に同意です。 うん。あー、じゃあ雑談なして <laughs> よし。はい。かりましたいいぞ。な雑談とかチャートコンテなんもんな。ゲームを5秒後に始めたいと思います。うん。一、二、三、だ<ー>。<や>よし。なんで女の女のルームマスターって雑談したかんだろう。笑わら程度のとか言ってたけど、雑談になってんじゃねえか。 もなくキャージンートでいですねさあ久々だななんか人狼やんの最近だってログインボーナスできてからログインしてる回数ちょっと少ないもんな <laughs> 2日に1回ぐらいしか人狼やってない説ある俺さあふ番にふふだふふ <laughs> こいつ単純で信じそうやから9割白出してでどうしようかな <laughs> どこに黒打とうかなここ乱白ベラです <laughs> もっとやってほしいんごねそうだねピカブイに心奪われてるからよ最近あれ面白いんだよ意外とやってみたら。 囲ってく急に白は信用落ちますねしょういじゃんランダムなんだから飯の数より今日も美味しいご飯ありがとう鍋焼きうどんでしたそうだね強い人が狼がいいなま強靭勝ちたいねこんばんは7番のプレイヤーは発言してください、うん はい7番のゴリゴリです。よろしくお願いします。村人陣営でした。仕様ありません。まあ一発目というところで、この村における進行論を言っていきたいと思います。うんうん、まずね、えっ、ー、と,、えー、と柱発言やめてください。僕、素村だから釣っていいよとか。うん、名は無駄に使う行為をムラリがありません。やめてください。あと投票放棄。理由なしの投票放棄もムラリがありません。決闘の場合はね、ビッ人の唯一の武器、スムラ人以外にまたはまるけど、だからしっかりと,と。 投票はするようにしてください。はい。あと、チャットよ o しようありだから、役系はどうこうとか苦労だったと思ったらだ、ね、バンバン,ンフリルーンだよ、ね、が僕最初とかね、その位置でも全然バンバン上げててほしいです。そのぐらいかな。あと、ハンターの進行論。ハンターは偶数だったつ奇数だったら,打った,ら打たないこれはしっかり守ってください。それぐらいかな。8番さん、どうぞ。うん、8番さいいんやつや、発言してください。<laughs> えー、皆さん、こんにちは。アリマラカビゼニアタと申します。よろしくお願いしますね。 そんなに声高かったっけこの人。っっの人現在7番さんがグレーですね。7番さんの進行論4つありましたね。柱はやめてほしい。投票後期理由ないならやめてほしい。うん、ロイチュアもちゃんと上げて、リスペシトっていこう。で、ハンターの進行論。うん。すべて村のある進行論だったと思います。印象いいですね。 で、えー、僕か僕か、まあ、一個付け足しましょう。僕よく言うやつなんですけど、うん、進行論ですね。えー、黒い地白いち、釣り一、考察の際に上げていくとは思うのですが、黒い地白い,地いち、釣り一。そして順番付けをしてくれると、その人が今どういうふうに黒を探しているのか、どういうラインで見ているのかっていうのが探りやすくて、狼をあぶり出しやすくなると思っておりますので、皆さんご協力ください。僕もそのように考察いたします。では、狼をあぶり出しやすくなる。 9番のプレイヤーは発言してください。はい。こんにちはい。はおはようございます。うん、9番でございます。うん、えっと、7番さんの進行論と8番さんの順番付け。うん、特に、あの、なんかお子さん喋ってないな思いません。白っていう感じです。そんな私、占いです。二<ー>番さん、白出ました。 乱白、まあ、なんでね、自分が歌う、ちょっとやばいと思う。乱でもできなかったんで。どうしようかな。で、これを信じてくれるか信じてくれないかっていうだけのあれだと思いますので、私は89番さんは、結構ね、白目で見ております。78番だろ。うで、えっ、ー、と、回します。1番のプレイヤーは、 発言してください。はおはようございます。九番さんは、えー、信用を取るのに自信がないということでしょうかね。であれば、村に情報を落とすという形で占い打ちを定めていくのがよろしいかと思います。七、うん、番さん八番さんに関して、このまま現状印象はいいです。釣三一ではない。一週目はそんな印象でしたね。 2週目から、えー、さらに考察を伸ばせるお二人だと思いますのでかなり期待していいかなと思います。かしこまってそう、こいつ。間違ったことさないけど、えー。最初に言った通り信用を取る自信がないな,ならば村にとっていい情報を落としてください。そうすればあとは村の皆さんであなたが死んであろうが偽であろうが狼を釣ることができるオオ神じゃ出ないと思うぜこれよろしいですかね以上です。2> 2番 のプレイヤーは発言してください。九白は明日な。黒に白種。七番。進行論色落ちなし。全く色落ちがない。八番ちょっと引っかかったのが、最初に七番のこと色落ちなしって言ってから。進行論印象いいっていうふうに変えたところ、ね。全然子供でポンって感じじゃねえ。えこの理由が知りたかった。発言中に気持ちが変わったのかどうかっていうところを知りたかったかな。で、一番、七番、八番両方とも発言が伸びていたから、釣り位置ではない。 全然7番、8番、どねうん、うん、4白とかのがいいんじゃね現在の回で、釣り位置にならないっていう理由がわからなかったんで、1番がサイクルと言ってます。78は色落ちしてないです。かな、うん、今のところ、1番、です番3位置にならないという理由がわからなかったです。以上。3番のプレイヤーは発言してください。さい印象いいと色落ちしないは別の問題だと思っています。うん 一番3に関して九番への指摘、そして7番8音の精査は妥当だと僕は思っております。うん、なので僕は一番黒い地ではないと思っています。まならまこいつ村っぽいな。一番村っぽいよ。7、8どっちか狼っぽい気がする。7、8だったら対三なし。ってな感じでしょうか。印象なし、印象いいと色落ちしないは別,のこ別で考えた方がいいと思ってます。うん、ってな感じかな。 のまさえも押します4白あたりがいい気がするんなよな4の発言してください裏、うん、い師 C を一番白それで<ー>ちょっとメモ見るの7が柱発言やめ、ね、4<え>狼か投票放棄もやめ黒あげてほしいとハンターは数で打つな まあこの辺は普通やなまあハンターは黒と思ったら売ってもええんちゃうかとは思うがこれ一に白出してさ八が七の便乗目で付け足しで言うなら黒黒を言う場合は理由付けと順番をしっかり言えよとこれ出んのもつえぜまあこの辺も七の便乗しかないが何とも言えんわなではしめせん9は人外まあおそらくあの位ちゃったら強人ちゃうかな ほんでチラッと最後の方8、9番は白いとか言うとったな九番は自分自身じゃないんかおいで二番が一や。せお前の太いえ七八を白に置いとる一の理由がわからん言うたけど七八割と真面目にしょべっとってから、うん、そう次地じゃないと思うか、うん、色ら色落ちやせが考察は伸びるやろ、うん、その辺理由がわからん言うとった二番がかなり黒く見えるあの 3は発言が少ないから2周目に期待するわ <laughs>、うん、以上5番のプレイヤーは はいおはようございます。まず占い師をさせていただきます。私、1番さんで白が出ています。1番で白が出ている。で、4番に関して、僕、4番オオカミ、9番強人で見てます。このゲーム、7番から始まってます。えー、4番が、えー、まず占い師が1人しか出なくて、確定してしまうのを恐れて出たオオカミという形で私は見ています。なので、9番強人4番オオカミ。で、4番の明日の占い先が一番気になる。私私も番番白出ています私1番で白 出ていますなので4番1番の狼というところはありません。なのでそうね2番を叩いていた点まあ2番は多分白だと思うねその発言から考えると2番で囲われてたら出るあの意味がないからそうなってくると6番はわかんないけど3番の1番村目線妥当な評価っていうのは俺は白く感じるから78どちらかにあの4番狼の相方がいるのかなという印象です。6番。 のプレイヤーは発言してください,ださいえっと、そうだね。まあ、とりあえず、すらとかがなければ、まあ、占いしろらになる、ね。うん。何 <laughs> だろうな。特に、どっから行くかっていうのなら、なな出たから難しい。そう、9から釣りになるんだよ、これ。まあ、なんだろうな。その4号に比べたらっていう感じなんでね、まだ。うん。別に8、9って最後に言ってたのも、特に気にはならなかった。うん。 これ急進だと思ってつらせに行った感あるかなかうん、わかんねえな。ちょっと4の占い先が気になるとかうっちゃっは色見えなかったし、3番さんがちょっと考察が薄かったかなってとこ、ただね、何だろう、9番さんだけ番さんが占い師として使用して、その時に1番さんに見えて、そこを2番さんは叩いていた、何だろう、それ2番さん普通に白いかなって思ったね。 現状まあ9番さんを位置に上げてるものの。うん、まあ、とりあえず話聞いて、うん、決めます。3番さんはちょっと、もう少し話してもよかったんじゃないかなって思う。だからグレーチだったら、うん、無理やり色をつけて3が黒いかなってとこかな。うん、以上。3黒いかなは発言してください、はい7番のゴリゴリです。よろしくお願いします。仕様ありません。2週目、945が占い仕様で45が1にしろ、9が2にしろ、は握く。 で、どっちもぶっちゃけ怪しいんだよ、片代。2番の怪しいところは、1番をおかしいって言ったところ。ぶ、うん、っちゃけ俺が1番の位置だったら7、7八進行論のみだし、だ釣りたくないっていうのはまあ表現的にどうかと思うけど、正直釣りたいとまで言い切れないと思っている。ただ1はある、色落ちもしないしね。いう点してきた2番も怪しいし、1番に関してもおかしいところがある。で、1番のおかしいところはこの発言。えっ、ー、とね、9番、えっ、ー、となんだっけ、9いの問題に、<俺>情報を落とせば、死んであれ、偽であれ、勝てますって言ったんだよ。もちろん意味がわかんなかった、ぶっちゃけ。 ぶっちゃけなんか9番が情報を起すことができれば、<ー>偽世であっても真んあっても、村人勝てますみたいな、なんか正直全然わかんなかったその発言が。だから1に正直どっちも分かんなくて、占い単体で真偽つけようとしたんだけど、うんそうね、これ9狼だったらやらせてるね、れは9だったらやてるね、俺。は、えー、ってるは5番。あ3番手っていうのもあるけど発言がしっかりしていた。1番今のところ、真に目なのは9、うん。9なんだよね、9っていうのはそう。なんかこれを信じてくれるか信じてくれないかという<ー>。9が真に見えるんだ。 なんか、占いたくてもできなかったので、みたいな。うん、全然よくわかんなかった。<ん>正直、心配と思わなかった、ね。心配と思わなかったってことか。そう、だから、で、4に関して、4に関してだか、9が心理を言えるかなっていうところとみんなの発言を読み上げて、3を2周目に期待するのは8、2勝が良かった。まだ、あ、当な発言、ここも審議つきづらいところ。だから、発言内容の、ま、こそ、まあ、順番もあるんだけど、うん、5番が一番重要なところ。9番が、偽っぽい。4番がよくわかんないところ、まあ、2周目次第なんだけど、 難しいね、これ、どうだろう ?1、2。うーん、まん、あ、ところ、今のまま行ったら9かなと思っています。以上、8番さんだよ、俺が出たら絶対九釣りになるもん、これ。のプレイヤーは発言してください、はい2週目ですね。3CO、スライドがない状態で、えー、占いローラーの盤面ですね。あそうですね、一番釣りたくないのは5番さんかなと思っている。 よしよかったアンド1でありまた一番さんに白を出すメリットが狼目線なさそうな気がする強人だったとしたらすら警戒ですがなおさら1に白を出すメリットがないように思えるので5番さんは今日残したいというところ49で考えたい9番さんは、うん、まあそ,そうだね1、うん、が噛まれなかったらおかしいってなるんかなでもこのパターンって狼だったら、うん、れが怪しいけどまあ一番最初でまあ慣れてない人 っていう可能性もあるので、まだ一週目だ断定したくないというところ。4番さん4。目線<ー>俺が真に見えるよな。でも1が白やったら占い師に対して。あのお前はお前9。なのになんで自分入れてんのっていう意見。確かに。あまた、あ、妥当なところ叩いてきたなっていう感じもするが、妥当な精査もつけてると言える。 ただし、僕に対して8は7の便乗位置って言いましたが、僕、7に対して何の便乗をしたんでしょうか、7は進行論で、色なんて一切つけられない状態、印象のいい悪いしか言えない状態で、僕が何を便乗したのかが気になっている、4番さんに対する僕の精査は不当だと考えているので、僕目線は4番さんがそれだけ怪しく見えるというところ。 えー、なんで49から今日は釣りたい発言を聞いて決めるまた片代の意見ですね番2番の見をい,いや2ような占う理由がかなり薄いんだ俺で,でいいでしょうし明日からは最終盤面ラスト1王冠にどこにいるのかを見つけるゲームを始めていきましょう,うんでも現在何とも言えない367あたりだったらって言っても妥当な精査をしてるかなって印象があります4か9からいきたいと考えています以上9番 のプレイヤーは発言してくださいはい、おはようございますえー、っとですね、まあ、私さっきちょっともごもごしましたけども 2>,、うん、2番さんは白で出るのででそれで1番さんに出してる4号さん、まあ、真であり、強でありとかちょっとあやふやなことを言ってるんで死んであり、強でありから見たら、4号どっちもおかしいなという感じが出ます何,<で>何がおかしいんや いい印象をつけろって、私さっき言われましたけど、いい印象なんてございません。なんだったら言った。<laughs> 何を言うとんやでありこいつ。いうよくわからない発言に対して C5 が載ってる。うん、うん。私から見たら、どっちも害なんですよ。害なんですよ。5番が狼なのか、<laughs> 5番がわかんないですよ。今日かどっちか。それのセンサーができてない,い。2番さんは自信持ってマジ死んだから。 <laughs> 何を言うとんやこいつ。シンだから、2番はシンらしい。1番のプレイヤーは、急に黒とかもあるですね。この村、おそらく狼側としては、占い師からのラインをつ,れつなげての黒塗りをして勝つつもりでしょう。なので、占い師の精査は一旦置いておきます。好きなところに入れてください、皆さんは。気になったのは、えー、まあ と言いつ,つ5番さんに少し気になった点を聞くんですけれども、うん、まず4番さんオオカミ、9番さん京で置いた場合、9番、2番で囲えていたら4番さんは出てこない。うん、ならば、9番オオカミ、2オオカミ、4強ならば、私が2番さんに叩かれている言葉では釣り位置に上がる、可能性を加味して4番さん狂人で私を囲いに来たという目線はなかったのかというのが1つ。 あと7番ささんですね番さん結局結論としてこうしんとおきました。うん、9にせ、えー、4は分からない。であれば私は確定白になるはず。なのにもかかわらず前半私の殴りを大半に使っているこれが、えー、ありえない視点だと思いました。8番さんに関して7番お聞しい一言だけで、ね、8番さんは7番さんに対して印象がいいと言ってませんでしたっけね。 八番さんの発言そこだけが聞かれましね確かにそりゃそうだ、うん、7番狼くせ今日は占い師どこ入れたいって皆さん言わなくていいと思いますグレーの中で誰が怪しいかを上げてほしいですねで占い師には黙って投票してください理由が言えるはずですもちろん村人ならそれでいいんじゃないですかいや一番白っぽいわこれプレイヤーは発言してください はゴクビルさん CO で結構思考が飛んでます、まあ、3番さんは2周目の発言期待って感じですこいつうまいな声も聞きやすいす2周目あんだけ発言してないんであれば2周目サド伸びるんだろうなという感じですなんでこいつ3番に喧嘩売ってん7番さんが白く感じたごめんなさい発言を拾ってないごめんなさいメモを取るのを取ってなかった、まあ、1番さんは白くなった2周目ん2周目って感じかな面白いと思う459どこに入れるかっていうのがね占いに対する発言はいらないですか 5番さんがで、1番さん、若干気になった、ちょびっと気になったのが、5番さんに語りかけたけど、その内容って9番さんに語りかけるべき内容だったんじゃないのと思った。5番さんが真であれば、4番さんが、え何だっけ ?1 番が黒で、4番が助けに来た。だって5番さんは1に白でしょ、うん、だからその理論は成り立たないんですよ。うん、そこは気になったけど、別にそれを黒要素として拾ったわけではないかな。 7番さん、ごめんなさい。何かの発言で白要素を拾っているが、ちょっと忘れてしまった。6番さん、8番さん、八番さん,うん。ごめんなさい。グレーセーがね全然ついてなくて、まあ、うん、投票で意思表示を示,す示そうかなま。<laughs> お前、占い師じゃなくてグレイいるの ?2 日目、明日から頑張りますわ。ごめんなさいね。えー、3番のプレイヤーは発言してください。まず2番さんに言いたい。ゴキブリ 3C を。 海の親は僕ですね。あずく親は僕です。なので、でを気ぶりさしよう。これから使うは、猫を気ぶり3しようって。許可を取ってくださいという状態を置いておいて、<laughs> 僕は一番さんの進行には乗りません。ちゃんと占いの精査審議そしてグレーの精査、うん、もうちゃんとしていきます。僕は今日噛まれる可能性もあるので、一番さんの進行には乗りません。3番、噛まれる可能性があるーで、今日9番登場したらい占いのとは絶対完成するます。9番さんが残念。プレースタイルが乏しい、シングルの可能性が非常に高い。 4万3つでしたが僕はグレーズめでいいと思ってます。4万んって2番のことを一番白出して2番が一番のことを叩いて僕は一番さんのことを叩いたんですよあ。変わったんですよ。よ4万ん目線に僕のこと印象良くならないでしょうか僕は4万んのシーンはほぼないと思ってます。そして2番が一番に叩いたからどうこうって言っていましたか<ん>、うん、そこは4万んのもなんか一番に白出てる視点ではないなと思って4万んに関しては僕はほぼシーンはないと思ってます。4万のシーンがないなぜでグレーですが僕そんなに 発言伸ばしてなかったですかね、うん、1>, ?1 週目。2番さんには結構叩いて、1番さんには用語して、7、8は分からんと言いました。9番さん頑張ってと。<coughs> 進行論だけと精査だけ、僕結構発言伸ばしたと思ってます。そこで発言がなくて、消去法で黒いといった6番。あたりですかねそう、6番は確かにおかしかった9番吊るした場合は僕はローラ完成。4番吊るした場合は明日グレーズ目でも僕はいいと思ってます。4番さんのシーンはほぼないと思っているので。 一番さんの進行には乗りません。僕は今日四番投票でいきます。が、しかし一番さん、かなり白く見てます。七番、八番さんについてはわからない。六番あたりですかね。全幅を。一番はかなり白く。見て四番さんに投票するつもりです。四番。のプレイヤーは。三番ヤーは結局俺を発言してください。ええと、九は。二周目の発言で四号どっちもおかしいって、どっちも人外ちゃうんか。だめさん。 もう9の発言は薄いの <laughs> こいつ怖えんやけどやっぱ Q は強人か釣られてもええ感じやなほんで5は9に気づいて出てきた狼か3番には信じてほしいやのまあ2に1に関してそのツッコミ言われたところでわし1を白く見とるからただ単純にそれを殴っとって2を突っ込んだだけやけどな で、6もローラーなら,ローラーなら9かあー。その辺以外、うん、特に発言はなし。7が2の1ずりがわからんし、1の9に対する発言がようわからんと形しろと。うん、うん、5が新目でわしはわからん今日は九つりたいか。ああ、比較的7、白目。 8が、なああ、八に言うとったら7の便乗言うのは7が言うとった信仰論に付け足しだけしとったから便乗と言うとだけ別に信仰論の意見が同じでそれにプラス付け足したっていう風うにあったらそれて言ってればわしはそれを便乗やと思ったから便乗言うとたけうん結構突っかかってくるやつは白いと思っとるけどのわしに占われて黒出たらおしまいだしの、うん ローラーラなら9頼むわ5番のプレイヤーは発言してくださいはいまず私視点の話だけど9と4は両方人外です、えー、で言った通り9番狂人4番狼で見てるということ7番から始まってるからね確かに急に狼という線もある、えー、1番が言うようにな1番は白が出てますさっき4番の発言で1番を白く見てると言っていたのもおかしい、えー、4番は人外であるという 話。で、9番に関して、4、5、結局、どっちが何って内訳分かってない。どっちも害と言っている。つまり、まあ、9番視点、どちらが狼か分かんないから、戸惑っているというふうに見てください。で、2番に関してなんだけど、急に狼やっぱないと思うよ。そう。さっき言った説明で、俺、9番、狂人だと思ってる。1番が、急に狼って線ないのかって言ってたけど、それは考えてたけど、やっぱり9番の発言から、うん、狂人臭いというところ。で、3番が、その <laughs>、 言っていた僕噛まれるかもしれないみたいな発言も正直引っかかるけど、えー、今日4番から行きたいって言っていた点うん俺34狼もあんのかなっていうふうにちょっと思ったここの点4から行きてとか言うんだっていう9番圧倒的に釣られる流れを断ち切ってる感じもするで6番に関してその3番を叩いてた1周目の段階で叩くの俺不自然だなと思っている うーんでごめんなさいグレーの中消去法なんだけど8が一番白く見えます理由として、えー、1番の言う通りに7番が、えー、1番をあの叩くっていうのはおかしいんだよ確かにそれが1番まあ一番白なんでそれが発言で出ていたで6番が1周目の段階で3番叩くのは不自然だった3番があの流れから4番釣りを押していたというところで34露骨じゃないけどライン切り かなあっていうで、八番があんまりなんもないんだけど、一番そういう意味で、八番の。なんていうんやろう、村要素じゃないんだけど、もう狼要素が三七六。すべてにあったなっていう印象です。僕は九狂人四狼で見ているので、九からいきたい。六番。ちょっとごめん、頭がちょっとあんま回ってないかど、どうなんだろう、合ってるかな。うーん、まあ三番さん。なんだろう、二週目に関して、なんか普通に気になったな。って四番さんシーンはないみたいな。四番さんの発言で、シーンがないかどうか。 うん、あれだけのあの発言だけでうそこまで決め打てるかなってところなんだよね。正直実微妙だったかな。そこをなんか決め打ってたあたり、何だろう、盤面見えてるのかなっていうふうに思った。うん、いや、普通、強人から言ってんだ。2番さんはなんだろう、一番の発言が若干白くなったと言いつつ、一番さんに対して、急、うん、に語る,語る、それ一番さんの発言なら、急に叩き、 なんだろう、う語りかけるべきなんじゃないのって言ったのはちょっとよくわかんない。一番さんが急に語りかけるべきっていう視点がなんかわかんないな。その意味,意味がわかんなかった。で、七占って白出して、うーんだから七が八が七にしなと思った。一番さんに関しては二周目はなんか白く感じましたね。うん、なんだろう、う <laughs> 流れを切ったっていう感じかな。一番さんに関して、五番さんを殴ったっていうのが。七、う、六、ん、番,番さんはね、確かにその一円の殴り、 7番さんの視点からしたらおかしいんだけど、でも7番さんってその、なんだろう、1円の殴って、それ以外はそこまで気にはならなかったんだよね。うん、現状その発言怪しいと思ったけど、発言自体は伸びてた印象があった。いや、うん、3番は俺は絶対役持ちハンターだと思うよ。いいや、3、4見てるけど、うん、3は役職じゃなかったら相当黒いって言って占わない。その次に う二、ん、かな二の一への殴りがもうち二六見えんの六番。今日自分は九から行きたい。うん、これ四六あんなー。んこれ四六あるわ。う三、ん、は絶対役ハンターだと思う。四番。マジかれそれいてえ。選それいってえなー。 4番。いや、のプレイヤやつ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 わしかしんどいな。こうなってくるとローラーはしっかり完成させてもらうんと、村負けるで。こっから人外2人占いの黒出しはかなりヒヤッとするがな。 巨人の黒出し特攻なんかも多少は期待せんと村は非常にしんどいかと思うがの一は確実に白やでわしが出て号泣人外出とるんやったらどっちか巨人やからの以上夜が来ました目を閉じてください うんいや6白かなそれかうわ6パンダなりそうこれ6占われるとダメだよないや6黒いくかむしろいやダメ6絶対狼だ 6黒いくかもうこれ無理やなせやなうわ負けくせ4つりはきつい昨夜死んだのは7番8番のプレイヤーは発言してください占い結果をお願いいたします6黒9番さんは 番よしは,はい。えっ、ー、と、パンダですね。承知いたしました。じゃあ、今日は5番さんからでよろしいと思います。お仕事お疲れ様でした。えー、っと、うん、そうですね。6番さん黒の理由はわかるんですが、5番さんから6に黒が出るのが正直不可思議な気がする。6番さん結構5に乗っている印象があるので、ここが敵対陣営だとは思っていなかった。両村か両黒のように感じていた。 で、4番さんはまあ、2戦目筆頭というか、2、まあ、偽ですね。1、新名とか5新名みたいなこと言ってましたよね。あなたは誰なんだってことなんで、まあ、グレー詰めしてもいい盤面ではある気がするんだけど、グレー詰めで考えてたのは6なんだよね。グレー詰めで考えてたのは6なんだよね。6役ないんだったら6釣って、 6役だと超ほぼほぼ2戦になる。な9オオカミは僕追ってないから。9オオカミは追ってないから。で、えー、っと、6番さん役ある。またはまあ他の人の進行に任せるんだけど、<laughs> 占い行くならこうブレー詰めしてなら6と考えてる。うん、うん、8黒いね。んまあ、そんぐらいかな。だから、1番さんも隠しろではない9の新名が追えるから。 七カミがよくわかんねえ7は結構叩かれてた印象六から役出たら,てら、ね、しようしようみたいな感じだよな、ね、今のところ6を怪しく見てるけどパンダなのかって印象です八番これ順番悪いな九番のプレイヤー発言してください7カリじゃねえぞそれメタかでもはいおはようございますえっ、ー、と五番さんと占い結果が違う感じになりました 違う感じになりました、ねえー、と私、マジで新占い師なので、これちょっとなんかね、信じてもらえないと。私から言ったらもう、ね、分かりますよね。2番さんも白であり、六番さんも白である。それを言ってる5番さん,がんこれ、6ずりしてさ。パンダだったら、あの、あれですよ。あの 2>, 2番、5番、どっちから詰めてもらっても構いませんけど、5番釣った場合。やべえ、これ6番から釣るんじゃねワンチャン。5、6で終わりと思ってますんで、それ以外飲めないです。だってあの人黒ですもん。黒ですもん。<laughs> 1> は ?1 番のプレイヤーは発言してください9番さん、2番さんから詰めていいんですか違う、これ六番から。5番さん目線も2番さんは白ですよ。2番さんが黒があるとすれば、 4番さん、ンのみですね。そうだよ。うん。かなり引っかかりますね。9番さんは偽でしょう。4番さんの昨日の発言から真を見れるか。これ、昨日、リウド抜いてないのに言っていいと思います。今日は6番さんに投票してもいいと思います。うん、6番さんが狩ウドならば、5番さんからいきましょうか。これ、まずくね、9、えー、番さじゃね。り逃れの狩ウド仕様であっても、残す価値はあると思います。 6番さんが狩人となってなければ6番さんに行きます。私はハンター。9番さんは私を占わなくて結構です。マジで今日は6番さんに行きたいですね。番5番さんシだと思いますよ。うん。番のプレイヤーは発言してください、はい、9番さすがに今日は新切ります。 カリウッドです。私がカリウッド。え、じゃあ三かもお失しとしとったのは、申し訳ない。二手用ならさっそって出てかまりようと思ったんです。<laughs> とうったらご機嫌三手用。ごめんなさい。スワッキンもらっちょっとお借りします。ご機嫌三手用になったんで、あやべ出るタイミングなくなったと思っちゃったんです。今日六つ目でいいと思いますよ。うん。ただ九からつそう九が人外。うーん。九から詰める意味はない意味はないよね意味はないよね。意味はないよね 5番さん昨日さ9強人で4狼で追ったんであればなんで4から押さなかったんかなってのはちょっと思ったかな。前、うん、から5番さん視点役にはぶち当たってないんだ。うーん。うーん。多少1に1種類やもんね。6つ目でいいけど4で落ちなかったとき9強。ただ9強人。9狼神で追ったとき この相方が3か8、3か8、3が4釣り押し。ただ4の発言、昨日の発言で、何だっけ、1は白く見白、白くなんとかみたいな感じで言っとったところ、そこ拾って芯切ったんだけど、9の芯も終えない。<laughs> むずいな。これ6つめて終わったら終わったやけど、いや6つすれば終わります4芯の時のケアができんのか。 3、5、黒または3、5、8時、時、うん、8番は便乗で6番に釣り誘うと、まあ、便乗って言ってもまあ普通やけど、5か6って感じやねえけど、今日5、6のランなんですけど、9のシンは切ります。3番のプレイヤーは発言,、うん、発言してください。僕は4のシのンは切れてるので、6投票します。だから9は残念なシンの可能性も高い。うん、だから明日は9の黒字、黒一を点。 詰めます8と3どちらかを占って白だった方は逆黒った場合そのまま詰めるそれでいいと思っていますが僕は8番さんそこまで黒く見ていませんので今日は6で終わりだとは思っております。うんうん、そうそう。山さんの芯内で言う2番さんが言った通り1番は白く見てると言ったで6番さんの黒さがあります。僕が見えすぎるから黒と言っていましたが僕が見えすぎている場合945ど,どこへかに相方がいる場合ですが。 九番さんが非常に殴られている中僕は九番さんのことを考いますかね四番さんだった場合こんな露骨に殴りますかね五番さんだった場合僕のことを若干殴っている僕は九九、うん、とはラインガルがゴリゴリに急に狼やったら最強だけどな見えすているという黒要素黒要素ではないな6番さんに投票します五番のプレイヤーは 発言してください、はいはまずほぼほぼ終わります、6番で、なぜなら僕は4番狼で見ているから、えー、4、6狼素直に、えー、昨日ですね6番は9番に行きたい、3番から出たんですよ、えー、4番から行きたいっていう発言、でまあ、4番も、私もなんですけど、9番から行ってくれ、4番を残したかった理由、2番の期待に、えー、疑問に答えるな、えー、4番狼なんで、俺の視点、ほぼほぼ。 だから4番の明日の2日目の占い先っていう情報が残るんで僕は狂人である9番ロラをするから9番から釣って4番の占い位置を見たかっただから9番から行きたいって昨日は言ったんだ狂人オカミって釣った方が僕目線は一番情報が落ちるからで6番に関しては3番からその 9番じゃなくて4番から行きたいって流れから6番は45と便乗して9に行きたいって言った4番釣りたくないんじゃないかなっていうふうに思って占ったんだよそしたら46の狼であったという点です、えー、6番が9番に行きたかったから6番のプレイヤーは発言してください46ローだった5番さん目線もう4が黒って分かってんのまあ自分目線で、ね、も5番さんは人がの分かったでも5番さんもう仕事終わってるんだが今日5釣りでしょ 自分釣りりはありえないからね9番、うん、さんも正直、んはない。うんはないって見てる。9番さんの、9番さんってなんだろう、今日自分に白出したのも、なんだろう、5番さんが自分に黒を出して、結構間があった。9、う、番、ん、さんはその強じで、5番さんがんだと思って、自分が黒なんじゃないか。だから自分、まあ、その、正直、んではおえない。初日、な、ま、ん、あ、で9番さんを釣りたいかって言ったのは、9番さんがなんか4号、逆にどっちもおかしいみたいな。9目線4号、どっちも人外なんだよ。 四個詰めればいいんだ。それをなんかどっちもおかしいみたいな。今日五番からでいいです。絶対おかしいんだ。よ九目線だったら。九番アスタクロス。明らかにおかしい。だから九の死はない。うん。で五番さん死んだと思ってたけど五番さんが俺に来ろ。うだからもう五番さんは確実に人外で五番さんの位置だったら狂人。は絶対五百じゃねえ。よこれは九が死んだと思ってこれを。確実に二郎生きてる。う五番さんが人狼だったとき。九を狼だったら勝ちだけど結局五番さんも釣り位置に入るからね。村が超えのは九強人なんだろう。 その終わったでしょみたいな、占いもう仕事ないでしょみたいな感じで。うん、今日、ゴズリが飲めないよ、正直。で、サ番さんは何だろうその4番さん新で、新宿で見たら3番さん、白くなるんだよね。だって、3番さんが狼だったら4番さんにそこまで殴りを入れないはず。うん。バ番さん目線4が人外って分かってない限り、そこまでの殴りは入れないはず。だから3番さんは白で見てる。ってなると、自然的に残ったのが8になるんだよね。うん、8番さんって俺に殴ったけど、 その理由薄かった気がする、うん、なんか結局6黒って言っただけでなんかその理由まで投票を始めてください何やんオラじゃないべこれまずいな9の情報かなり残るな明日9黒打つしかないからね俺6番のプレイヤーが選ばれました やべえな、これ9のシーン落っちまうな。やべえ。発言してください。さい <laughs> まあいいわ、まあそうだね。自分が黒かったから、うん、悪かったんだ。お前は黒かった、うん、確かに。そ,れそこは黒を出すの、うん。なんだろうな。うん、それだったらもう9、もう死んでおくしかないんだけど、こうなってくると。どうなのかなもう終わり終わりなんだら、終わりだったらもう言ってほしい。うん もう PP, PP なら言ってほしい、うん。正直自分つりはもうなかった。うん、え、4進の6九オじゃないよね。1、2、3、4、5、6。お前、あれで九つ上したの人人で、えー、いや、絶対違う。6九オカはかなり薄い。正直終わってるんだったら言ってほしい。俺は今んとこ58がョロで見てる。9番さんは正直狼では終えない。うん、生存よくなさすぎる。そうなの、58くせえの。だ5番さん、ロー。 で、5番さんが自分にキュロを打ってることか、もう一郎は確実にいる。だから8。かな ?3 番さんは4番さんに叩いてた。自分目線4が真になる。八っぽいよね。まあ9が真の可能性もあるけどもちろん。いや、PP の可能性あるよ。だって9が真じゃないて6目線 PP だもん。うん、俺、ない前提で話すよ。だ,だから9を真で見るしかないって6番の発言はあってる、死真終え,えないって言ってるけど、そうそう、9を真でおくしかないの六番,番さんって、だってなんか、その、6パン、あ、3狼三狼か。 三オオカミか三五 <laughs> 九九九九ハ <laughs>、うん、なるほどね、ハハハ狂人で出てきたのか <laughs> 正直今日自分つハハちょっとわからなかったですハハ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  はークソ以外だわへえそれは読めなかったねまあ3番は確かにおかしかったから4三狼だと思ったけど9狼なの あーそうな俺8だと思ったわ絶対3のが白いと思ったマジであー分かんねえもんだな順番もいいわここで狩人 c をハンターと狩人全部出たってなってるし3黒かーはあ 朝が来ましたハンターじゃなければ黒いとは思ったけどでも4だろ4シーンなんだ昨夜死んだのは2番へ番もう絶対9シーンだと思ってたわ3番のプレイヤーは 発言してください,ださい初投票で行きます。9番さんが、あの、オオカミちょっとでムラスラしますとか言ったときはびっくりしましたが、ナイサイ方でした。5番さんも3週を強靭でそこで出てくれて本当に助かりました。8番投票で行きます。<laughs> 5番、のプレイヤーは発言してください。絶対9死んで4オオカミだと思ってたわ。8番で行きます。<laughs> 8番、のプレイヤーは発言してください。 四神は置けないですね。えー、お見事でした。9番がオカミとは一切思っていませんでした。5番が狂人とも思っていませんでした。久しぶりに楽しいゲームができました。皆様に感謝。僕に入れてください。はあ、じゃあ6黒クソナイスじゃん。9番のプレイヤーは発言してくださいやめて。やめて。私はオカミじゃないから。なやこの怪事あ、そういう発言。やめて。やめて。 わかった私え狼じゃない。真の占ラナイシって言ってんじゃん。最初から結果張ってねえじゃん。続きよ、バカ。一番は。なんだこいつのプレイヤーは発言いああ、うん、そうですね。私、高シで4強9苦労で、普通に6番釣りで終わると思ってました。申し訳ない。だよね。普通そう思う。おら,いいおら、ないべ。<laughs> これでおめえ3が実は村でさ8黒とか言わねえよな <laughs> 油断しとるなちょっとでもこれは油断してる正直もうちょっとやり方ある別に明日9黒って言えばいいしたゲーム終了人狼の勝ちです あ、よかった。二狼はで終わるんか。え、なんか終わったで負けたんかと思ったけどさ、二狼だから4人しかいねえじゃん。やべえ、俺ちょっと久々の人狼で緊張してんのかなちょっと落ち着いて、二狼だ勝ちだよ。え、なんで終わったんだって終わるに決まったやんや、二狼なんだから。あ、よかったよかった合ってるわ。オッケーオッケー。まあでもこれ強いわ。はあ。